加古川市加古川町大野。日岡神社の東に広がる緑豊かな日岡山公園の中に大きな前方後円墳があります。日岡御陵です。日岡神社の境内から長い石畳の参道が続いています。日岡御陵は景行天皇の皇后稲荷の大入爪の墓だと言われています。景行天皇が播磨の国を訪れた時、稲荷の脇入爪という美しい娘がいることを知りました。景行天皇は熱烈に結婚を申し込みますが、娘は恥ずかしがって加古川河口付近の小島に隠れてしまいます。過去の松原で娘を探していると、娘の飼っていた犬が海に向かって吠えました。それを見た景行天皇は船で島に渡り、ようやく娘と結婚することができました。その後、愛した皇后稲荷の大入爪が亡くなり、景行天皇は故郷の日岡山へ葬ろうと加古川を渡っていました。その時、大きなつむじ風が吹いて亡骸を乗せた船が転覆してしまいます。川からは首から肩にかける飾り布のヒレと鏡や櫛などを入れる箱、櫛毛だけが見つかりました。これらの品々を葬ったので、この墓はヒレ墓とも呼ばれています。墓は4世紀頃のものとされ、南西に全長86メートルの前方後円の形をし、周りには玉垣が巡らされています。日岡御陵は播磨の国風土記や日本書紀に景行天皇の皇后の墓と記されているため、宮内庁が陵墓として管理しています。愛する妃を亡くした悲しみと妃へのさらなる思いを、ここ日岡御陵に寄せた景行天皇。神話伝説が残る日岡御陵を一度訪れてみてください。